皆さんこんにちは、もしくはこんばんは、もしくはおはようございます。桑原和馬役の千葉茂です。皆さんのですね、熱い声援に応えるべく、いよいよ拍手ポン戻ってまいりました。はい、一人で盛り上がってますけどね。なんで私一人かと言いますと、なんか皆さんスケジュール合わなかったみたいですね。どうも、私だけ、暇だったという。おい何をやね、あのボケツッコミ自分でやってますけども、そんなわけはないんですけども、あのボックス1から3にかけてですね、お送りしますコメンタリー3部作ね、それにふさわしいオープニングにしようということでね、斬新なアイデアですねこれね、斬新な、登場の仕方をしていただこうと思いましてね、このような形にしました。お一人ずつ呼びますのでね。ではまずあの男に登場してもらいましょう。もちろんこいつですね。はい、恨めし雄介役のですね、佐々木のぞむくんです。どうぞ。はいはい、いらっしゃい。どうもお久しぶりです。どうもお久しぶりね。本当水でごめんね。本当にね、本当は酒出したいんだけどね。はい、ということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、続きましては、ですね、鞍馬役ですね。はい、鞍馬役の緒方めぐみさんです。どうぞ。こんにちは。いらっしゃいませ。はい、お久しぶりでございます。お久しぶりです。お久しぶりです。全然変わんないですね、なんかね。もういや、お互いに変わんないね、全然ね。本当に、はい、そして、最後、比叡役のですね、誰だっけ。比叡役ですよ。比叡役誰だっけ、あれ。比叡役、比叡役天野ゆり。あ、天野、違うでしょ。あれは違うでしょ。比叡あ、比叡山くんじゃない、もしかして。比叡ですか。比叡、比叡、うん、あ、比叡山くんだ、多分。多分比叡山くん、多分比叡山信之さんです。どうぞ。随分扱いじゃないですか。すいません、本当に皆さん。どうも。あの天野さんが僕が怒られますんで ね、いや、一緒されたみたいなことで。なんかすごい今日はなんかおっされじゃないですか。そのなんかあのカーテン引き、カーテンじゃないですよ。カーテン、カーテン、ダメよカーテン。うちのカーテン持ってきたわけじゃないんですから。そうですか。はい、じゃあまあ4人揃ったところ、本当久々ですからね。そうですね。ね、揃ったところでね、今日はお開きで。いやいや、ありがとうございました。違いますよ。なわけはないよね。それは、ね、俺だったらただいじられてるだけじゃないですか。許しますよね。はい、まずはね、簡単にね、自己紹介を、していただきたいなと思います。じゃあまず佐々木くんからです。はい、はい、どうも皆さんこんにちは、宇田飯雄介役の佐々木望です。よろしくお願いします。はい、緒方さん。鞍馬役の緒方めぐみです。よろしくお願いします。はい、そして比叡山くん。はい、比叡、比叡山信之です。よろしくお願いします。そして今大会、はい、そして、そしてですね、あの通りすがりの旅人。何ですか。はい、千葉茂です。よろしくお願いいたします。はい、いやいや、始まっちゃいましたけど、はい、はい、まずね、由井白書、これ入った子、まあ、これキャスティングされた経緯というかな、これみんな全員オーディションだったのかな。はい、オーディションですね。千葉さんは千葉さんと違うという話を聞きましたけど、形だけのオーディションはやったんですよ。ああ、うん、形だけだった。形だけっていうかね、まあ、一応 なんとなく内定してたみたいなんです。確認的なオーディションですか。そうそうそう、ちゃんと日本語喋れるんだこいつ。その程度の大事な確認ですよ、ね、大事な確認。お子さんにはオーディションで、オーディションでしたね、で、だめぐみちゃんは、じゃあもう本当にこれは超ド新人アニメーション初めてだった。そうです、デビューだったよね。はい、うん、でも全然そんな風に見えなかったよね。いや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 、堂々としてて、とんでもないですよね。偉そうで、うん、偉そうで、うるさいな。余計なおせっかいじゃん。はい、すみません。あ、そうですか。でもでものぞむくんも檜山くんもだってその前にはもう結構やってたよね。あ、僕はそれ結構っていうことじゃないですか。まあ、のぞむさんは活躍されてましたけど、だってもうのぞむくんはだってね、もう親と生まれた時に赤鉛筆持ってたっていう。何ですか、赤鉛筆。ぐらい古いですからね。生まれた時からですか。赤鉛筆、赤鉛筆、ここに挟まないように。競馬ですか。競馬ですか。いやいやいや、それ声優とあんま関係なくなっちゃうけどね。オーディションの現場では、うん、もちろん千葉さんはそういう、うん、あれでした。あってはない。はい、あってはない。その初めてだから、まあ、あの、檜山君、檜山君とは別の仕事であったけども、はい、その、うん、そうですね、別の、まあ、いわゆるその第1話でここで初めてこう、もちろん千葉さんともお会いしてましたけども、うん、初めてこの4人が揃って。僕オーディションを最初鞍馬で受けました。あ、そうでした、ね、うん、あ、そうなの。最初は、最初は、最初、2つやったの。いや、鞍馬だったんですよ。鞍馬だけ受けた、僕は。で、なんか、二次オーディションがあるみたいな話を聞いて、うん、その段階ではなんか檜山君ちょっと
2時まで残ってるよと、候補残ってるよと事務所に言われて、で2回目にオーディション行った時に、あ、ヒエもやった、ヒエだったんですよ。そうなんです。で違う役だったんで、あれこれは何という感じですよね。2回2回やってました、途中で変わりましたけどね。あ、でも檜山くんの鞍馬っていうのもなんか聞いてみたい感じはするね。いや、だからその時はすごくもう美形のキャラじゃないですか、クール系で、おっと思ったんですけどね、決まったらあれですから負けのまま収まるところに収まっちゃったのかなって感じですけど。いやいや、檜山もかっこいいじゃん。いやいや、檜山かっこいいですけどね、最初に目玉だらけになるけどね最初敵だったからね、いやでもさ、まあ、俺とね、ゆうすけはほら結構吠えるじゃない、はい、二人はなんかほとんど声帯使ってないもんね。すいません、あ、すいません、もうなんかこう本当にこうね、マイクなめなめでこう、しかも僕はセリフがほとんどないですから、ふんちバカめ、この3つの使い回しですからね。台本いらねえじゃねえかよ本当ですよ、もう業界的に言えば二次使用になるんじゃないかな、ドキドキしてましたからサンプリングでいいよみたいな。なすかね、クラマもそんなね、クールなキャラだから、でも活躍するときはバーっと喋って、その回はもうクラマの、てかやられることが多いんですよ。あ、結構だから血だらけになったから、ガーッとかぐーとか、なんかこの、その後にあれですよ、千葉さんにうどんでキムチうどん食べろって言われて、で俺がそうですよ、あ、千葉さんです、なんかありましたね、はい、それで終わった後にご飯食べ行って、なんか整体を使った後は辛いもんだとおっしゃってこれが体にいいんだって言われて、私新人だったんで、そう本当ですかって言って、本当だって言われて、そんなこと言ったんですか。千葉さんに連れてっていただいて、私キムチうどんを食べたんです。すごいやられた時に、はい、超やばい、本当です。ショック療法だよね、療法ですかね。あ、でもショックはショックだ。いや、あの傷んだ時にね、辛いの食べるとね、ほら保護しようと思って粘膜が元気になるから。そういうことですかね。いいんだよ、多分。多分今多分って言いましたね。多分いいんだよ。そこに本音がにじみて。ね、でもまあ役自体はほら、まあみんな漫画とか原作とか結構読んでたの。逆にそのオーディションに入って段階でちょっと読みましたね、まあ、あのジャンプで当時連載されてて、人気はあるという情報は僕自身は知ってたんですけど、読んではいなかったんで。あ、そう、読んでた。僕も読んでなかったんですね。で読まないで、収録始まって、で、あの読んだ方がいいかな、どうしようかなって思ってた時に、読まない方がいいのかなとも思ったりして、でその時にはその必ずスタジオにジャンプ、ありました、ね、絶対に持ってきてる人がいて、檜山くんだっけ。いやいや、違う人、多分尾形じゃないですか。あ、その連載されてたんで、あのその時の連載は見て読んでて、そこで読んでたんです。でも今やってるのは連載の随分前だから、その日のアニメは違うんですよ。あ、そうかそうか、僕ね、ちっちゃい頃からね、あの、まあ、いわゆる漫画っていうのはね、読めないんですよ。ああ、